あれ始まった、よかったよかった。ちょっと配信やってますか、私とか。配信やってますよ、感出しとかんとみんな来るかもしれない。こんばんは、です。ボサボサ、むずい気持ちですわ。中道はこらえて、これでこのボサボサで、なんかね、いつもの場所はね、写真を撮るらしくて使えないんですよ。だからこっちに来ました。今日はこれで学校行ってな、このまま、あの、学校終わって来てんけど、なんか髪の毛崩れてなかった。え、でもめっちゃボサボサやったよ。聞いて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 、あのな、ペンギンがな、ペンギンとめっちゃ久しぶりに喋ってたよ。また次はちゃんとちゃんと喋ってたの。ほら、久しぶりな、なんかペンギンおでこ好きやねん。なんかペンギンがな、こう、こうな、あ、いつも刺してくるの、なんかペンとか鍵とか、なんか棒状のものがあったらいつもおでこに刺そうとしてくんだけど、それでな、ペンギンがな、めっちゃ久しぶりに1年ぶりくらいにやってきたんよ。エリサちゃんの夢の肌口や、今でな、あの1年ぶりくらいにやってきたの。びっくりしてこう刺しにくんねん。でさ、久しぶりやったからさ、でさ、逃げててんよ。でさ、久しぶりすぎたからもう恥ずかしくなりましてですね、この壁のなんかこうなってるところがあったんですよ。壁の端っこのとこがなんか飛び出してて、そこに頭カーンってぶつけてめっちゃ恥ずかしかった。もう、しかもな、あのギリコンってコンってしたくらいやったからバレへんかったかなと思ったら、ペンギンちゃんと見てやがったんです。ひどくないですか。ちゃんと見てやがった、あいつ。うわ、ちゃんと見てた、ちゃんと見ててな。うわ、黒島頭ぶつけてる、ダサーみたいな。ほんま幼稚すぎやろこれ。やろ、ひどくない、いじめられてます、いじめられてます。んでな、そう、頭をつけたっていうのもバレてたし、なんかめっちゃ恥ずかしくなってきて、でまだ刺しそうとしてくるんですよ。だからさ、逃げてたねん。そう、めっちゃ逃げてんのにずっと、おい、苦しみは頭ぶつけた、ダサー、苦しみぶつけた、ダサーみたいなのずっと言ってくんの。もうほんまによ、あいつ、お子ちゃまやんな、びっくりするわ。ほんまにお子ちゃまペンギンやで、ひどいわ。でまた黒島がおるからこれしやんみたいな、黒島がおるからこれ言わんみたいな、ずっと言ってる。なんやねん、もう黒島のこと好きすぎるんですね。だってさ、黒島が同じ空間におったらさ、あれやで、いつも黒島の名前出すんやで。他の子と喋ってても黒島がなんか近くにおったら、だって黒島が何じゃないみたいな言うから、黒島のせいにわざわざするんですよ。もう好きすぎるやろ、これは。黒島のこと大好きなんですよね。そういうことですよね。可愛すぎやろ、赤ちゃんペンギン。 HKD さんギフトありがとうございます。あ、めっちゃ一人だけ読んじゃった。たけしさんギフトありがとうございます。たまたま見たからね。もう捕まるでって言う、次あんたそんなんしてたら捕まるでって言ったら。あー、やば、かわいすぎやろ。え、髪の毛切ってた、髪の毛切ってたで、しかもな、しかもな、しかもな、あのペンギンな、生きがってな、髪の毛セットしてきてたんやで。生きがって髪の毛セットしてきてたで、ペンギン。うわー、変わらんくせに対して対して変わらんくせによ、
セットなんかしてもよ似たもの同士やないってやめて全然違うから生きがってはいけないセットいつもしてないねノーセットでいつもボソボソでくんねんけどさそんなことない嘘それは嘘やけどなんか何もセット着てんねんけどさ髪の毛切ってうわ俺かっこいいと思ったんかしてさセットしてきててんでやばくねかわいい彼女できたんかそういうことえ全然気づかんかったうわそういうことかおめでとうやなおめでとうって言っとこペンギン彼女できたおめでとうって結婚式呼んでなんていうとこは謎の立ち位置うわペンギンが色気づいてるうわ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 色気づいてる今更なんやねペンギンの味方したいと思いますよって見る目ないな見る目ないな今更何をしてるねんあんなペンギンが今更セットなんかしても誰も見えひんわもう一回黒島にちょっかいをかけておきながら彼女なんか作り上がって近重さんがなんかやってるねえなんか二重幅変わったこっちはそのままだけどまだ黒島ちゃんが一番やようが続いてたペンギン見てるかもよ見てないよなんか普通の配信毎日やってるし見ひんちゃん知らんけどセットした髪ぐしゃぐしゃにするやったらよかったバカにされた時にうわ両手空いてたのにいや片手空いてたのにうっそー飽きたん今日確かに見えへんギリ見えへんわじゃあ面白ちいかわみたいやなえ私聞いて51回くらいさ声出てんねんけどさ正式な数わからんけどあきら先生当たったことないねすごくない本人を前にしてそんな扱いじゃないですよ喋ってないもん私は喋りかけない私はあの友達に話しかけてそれをペンギンが聞いてて勝手に喋りかけてくるから私は何も喋ってないですペンギンに誰も喋ってないですよ勝手にペンギンが喋ってるだけなんです私は何も言ってないですやばくないけど先生当たったことないでも絶対次の公演で当たると思う最近おれへん勝手に喋りかけてくる勝手に喋りかけてくるだけやねん勝手に勘違いして苦しむがおるから苦しむが見てるから誰も見てへんわ色気づいて髪の毛なんかセットしやがってかわいい見て短くなったのでっあの目見えへんねん気にしとらんしそうなん？ん？急にかわいいめっちゃ髪の毛のアピールポイントここがですね短くなったんですよ彼女は見てくださいでねここもねめっちゃね長かったのにねこんな短くなったんですしかもパツってなってるのそうかわいいそうなんですかわいいもともとねこの辺まであったんですけどそうなくなりましたこの分がかわいい田中元気ができちゃったんであれやってよやればできるやればできるここやかわいいかわいいよきなちゃん面白い小声でやればできるとなひどくないペンギン今何分経った、まあ、55分くらいからだとしてあと10分くらいあーなんか変なとこ押しちゃったきたやばくないペンギン
彼女でもできたんか。うわ、そっかそっか、そうだったんだな。あ、どの分くらい、え、ほんまに、え、絶対違くない、あれ、そう5分、あ、うわ、まあか、5分くらいですね。確かに全員いるの、まだ集まってない、全員集まってんのかなと思ったらまだ全然やった。え、ペンギンやばくね。いや、この前さ、あのペンギンがここら辺に住んでるっていうのをな、なんか大まかには聞くねん。あの、私だけが知ってるとかじゃなくてクラス全員知ってんねん。っていうか知ってなくても聞いたことあるねん。で、その情報をさ知ってたからさ、そこに行った時にさ、わあ、ペンギンこんなとこで彼女と手をつないで歩いてんのかなとか思ってさ、そう、歩いてるんですよ。やばくないですか。ま、ペンギンは色気づいたところでただのペンギンに過ぎないからな。ラテちゃんさんギフトありがとうございます。トミーダさんもギフトありがとうございます。なんかぼやけるな画面。何でやろ、加工でもついてんの。おもろくない、あのずんぐりむっくりのペンギンがさ、彼女、かわいい彼女と手つないで歩いてんねんで、ちょおもろいやん。特定されてるわけじゃないね、ペンギンが自分で言ってるとこやから、あの大まかにやで、ほんまに大まかに何しみたいな感じ、わかる、しかどうかもわかれ、そのくらいから。え、誕生日もう場面やった。あのすんぐりむっくりが彼女できて歩いてんのかなとか思ったらさ、ちょもろいで JC2 でなんかあれやな、 CO2 みたいな、 JC2 なんかないかな、 JC2 で、こんなんばっかりやで、こんなんばっかりやでとか言って。ペンギンどこに住んでんの。北海道の一番端っこ。逆に沖縄の黒島に住んでます。ジョンさんギフトありがとうございます。高秀さんもギフトありがとうございます。え、ほんまによ色気づきやがって、色気づきやがって、や、彼女おるか聞いたろ、喋ってないけど最近、彼女おるって聞いたろ、無神経に、無神経にもう聞いてやる、目の前まで行って彼女おるって言ったろ。南国のペンギンです。無神経に聞くよ、いや、おるかもしれひんやん、え、だって色気づいて髪の毛切ってさ、セットしてきてんねんで、おるかもしれひんやん、彼女とデートかもしれひんやん、やろ、可能性はないこともないよ。リップ薄ない、そんなことない、いけるか、誰も見てへんわな。いや、だってさ、色気づいてさ、今日5時間授業やったの、今日5時間、岡野さんのクイズ、今日5時間授業やったね、今日5時間授業やったからさ、いや、色気づいてなかった、おらんかったとしたら、あ、いや、黒島のことが好きすぎて、ちょっと黒島にあのかっこいいとか言ってほしくてやってくれたと思うから。おもろ。え、早すぎん、彼女おらんけど読めるパターン、やばいやん、聞いてないねんけど、え、だ、ん。おったらさ、え、あの人絶対おるアピールすると思う。絶対かっこいいとか言わんよ。でもいつもよりはマシやった今日は。うわ、こんばんは、ペンギン先生の彼女です、かっこ嘘、おもろ。おもろ、かっこ嘘、おもろい。はあ、結構指輪チャラチャラしてそう、いや、なんか指輪つけてなんかちょっとみたいな。やってきそう、絶対なんか俺結婚しました的なアピールしてきそうやから、すぐ分かると思うから違うと思う。あれ、何分したっけ、まあいっか、面白くなってきた配信。え、もうやばくない、色気づきやがってよ、あのペンギン、彼女のプレゼント何がいいか相談してきたりとか、河原で拾った小石、あ、15分出た、
終わらなあかんけど、もうちょっとやりたい。やばくない？あのペンギン。おお。ヤッホー。ヤッホー。かわいい。イエーイ。え、似てる？え、リミオ？顔だけ映らんとか。わーい。ガルでーす。山本でーす。過去似てんな。な、リサちゃんも似てたで。ガチ。わーい。ヤッホー。暑これ。めっちゃ暑いな。よし、もうそろそろ終わります。え、もう終わんの？終わっちゃうんか。15分出ました。ペンギンの話ずっとしてたよ。ペンギンに彼女いる曰くが出た。いるんじゃないかって。色気づいてな、髪の毛セットしてきてて。おもろ。オリックス負けたん？オリックス昨日負けちゃった。あ、そうなん。やばいやん。愛香さんの声がした。イエーイ。頑張ります。でも今日は千秋楽見ます。暑いよ。死んじゃう。どうしたの？愛香さんと若菜さんの声がするけど現れないから。終わろうかな。終わるんか。今解いたくよ。13位ニョロニョロさん、ありがとうございます。12位りっちゃんさん、ありがとうございます。11位マイクトラウトさん、ありがとうございます。10位オレオーズさん、ありがとうございます。9位かまかりさん、ありがとうございます。8位まちかねおくきたるさん、ありがとうございます。7位せいくんさん、ありがとうございます。6位とみださん、ありがとうございます。戻ってきた。5位ワンタンメンさん、いやー、ありがとうございます。4位イーユンギョンさん、ありがとうございます。3位上田和樹さん、ありがとうございます。2位ジョーさん、ありがとうございます。1位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ヒカルもありがとうやって。ありがとう。イエーイ。ありがとうございました。1分ぐらい。1分ぐらい。バイバーイ。バイバーイ。ペンギンに幸あるやって。一生来ないよ。いや、超楽なやつやん。ペンギンだけやから。バイバーイ。